皆さんおはようございます。ペリオディストのおぞまです。今回は今しがた終わりました。現地8月の14日21時キックオフで行われました。2425シーズンの開幕を告げます。ウェファスーパーカップ。昨シーズンの CL チャンピオン、レアルマドリーと、EL チャンピオンの、セリア、アタランタの一戦についてお話ししたいと思います。結果は、後半バルベルデ、そして、デビュー戦となりましたけれども、いきなりレアルマドリーのユニフォームを身にまとって、ゴール結果を出しました。エンバペのゴールで、2対0、レアルマドリーが見事、開幕を告げます。ウェファスーパーカップを制しまして、今シーズンは7つの大会、7つのタイトルがかかっているんですけども、無事に、1つ目のタイトルを取ることができました。ブラボー、エンオラ、ブエナー、エルマドリー。終わってみれば、マドリーらしい勝ち方、タイトルの取り方にはなりましたけれども、前半は相当に苦労しました。後ほど、戦術ボードで解説をしますけれども、アタランタの、完全マンツーマン、オールコートマンツーマンディフェンスに相当苦しみました。保持のところからの前進がなかなか組めずに、クルトワから、唯一ね、フリーマンだったのがゴールキーパーのクルトワでしたので、クルトワからのロングフィードで、前線にボールを入れ込んでいったんですけれども、全然そこで収まらない、そしてこぼれ球も拾えないということで、20分過ぎぐらいからは完全にアタランタのペースとなりましたし、前半は本当にマドリー苦しんだ展開でしたけれども、後半アタランタの足が止まったとまでは言いませんけれども、少しオープンな展開となり、スペースが生まれ始め、アタランタのね、その守備の特にデュエルの強度が落ちてきたことで、マドリーらしい攻撃が出始めました。ただそういう中で流れを作ったのはやはり後半早々47分の、クルトワのビッグセーブ、スーパーセーブだったんじゃないかなというふうに思います。あのシーンはアタランタ押し込む展開で、デロンからマーリークロス気味でクロスが入って、完全にフリーで、パシャリッチがヘディングシュートをしました。タイミング的にも角度的にも、これは入ったぞというような軌道でしたけれども、あれを防いでしまうのが、指先で触って書き出してしまうのがクルトワだなと、改めて思いました。クルトワのスーパーセーブで、見事にマドリーが、流れをつかみましたし、やはりクルトワキーパーなので、基本的には、ゴールを決めるプラスを生むことがないんですけれども、やはり勝ち点3をしっかりと、チームにもたらすようなビッグセーブができる守護神ということで、今シーズンはですね、昨シーズンは本当に開幕前に大怪我をしてしまって、ほぼシーズンを、棒に振って、最後の最後でなんとか戻ることができて、CL 決勝も出場することができましたけれども、やはり、クルトワがいるといないとで大きく違うんじゃないかなというふうな、クルトワの見事なビッグセーブでした。そして55分ぐらいからは完全にマドリーが、攻撃で、そしてね、カウンターで、アタランタを凌駕しました。特にビニシウスとベリンガムが凄まじいパフォーマンスだったなと。結果的にはこの試合の MVP はベリンガムが、獲得しましたけれども、ちょっと尋常じゃないぐらいにまた、スーパーベリンガムが戻ってきましたと。この開幕とはいえ、コンディションがまだまだ整っていないであろう。ウェファスーパーカップで、しかも後半にこれだけのプレーを見せますかというぐらい、スーパーなベリンガムが、本当にね、昨シーズンの序盤のラリーガの、ベリンガムが戻ってきたぞということを、印象付けるような、スーパーなベリンガムでしたし、ビニシウスに関してもやはり、序盤からね、かなり裏抜けする、ベリンガムやエンバペにいいボールを差し込んでいたんですけれども、後半はドリブルでも切り味を見せましたし、やはり先制点のバルベルデのね、得点にはなりましたけれども、ほぼほぼビニシウスが生み出したと言ってもいい。59分の先制点でしたので、彼の左のサイドではなくて、やはり昨シーズンからそうでしたけれども、内側のハーフスペース、内側のシャドウのところで、相手のセンターバックに向かってドリブルをね、仕掛けるビニシウスですので、相手にとってはそこで脅威が、与えられてしまいますし、そこでビニシウスが抜いてしまうとすぐに決定機ということで、まさにクロスを入れて、ほぼほぼバルベルで触るだけという形で、先制点が生まれました。68分の追加点はロドリゴが、アタランタのセンターバックヒエンから、ボールをカットして、そのままの流れでショートカウンターという形で、ビニシウスのボールが流れてしまいましたけれども、そこから拾って、作り直してのベリンガムからの、エンバペということで、あそこのね、エンバペの初速の速さ、ゴールの正確性というところはエンバペらしさが見えたかと思いますけれども、デビュー戦のエンバペを、評価するとなると、なかなか彼本来のパフォーマンスコンディションではなかったかなと、まだまだ、
コンディション的には6、7割なんじゃないかなと思いますし、なかなかボールが足につかない、ボールロストも前半目立ちましたので、9大点を与えるまでの、プレーパフォーマンスではなかったように見えますが、やはり、いい得点1点をね、デビュー戦で決めましたので、まあそこは評価したいなというふうに思います。ということで、両チームのスタメンと、戦術的なポイントをいくつか解説をしておきましょう。はい、まずは左ホーム扱いのマドリーから紹介をしていきましょう。まあ前日練習で、まあ私も前日練習ほぼほぼレアルマドリ TV でフルで見ていたんですけれども、まあスモールコートでのゲーム形式11対11でしたけれども、まあカマビンガがチュアメディと交錯してしまった時にちょっと膝を痛めてしまいまして、まあちょっと痛がり方からするともしかしたら前十字靭帯の損傷断裂あるかなと思ってしまったんですけれども、まあそこは不幸中の幸いで、なんとか重傷は免れて、カマビンが左膝の捻挫ということで全治1ヶ月半から2ヶ月の、離脱となることが決まってしまいましたので、チュアメニがこの試合は先発となりました。ゴールキーパークルトワ、ディフェンスライン4バックカルバハル、ミリトン、リュディガー、フェルラン、メンディ、ダブルボランチにチュアメニとバルベルデで、ロドリゴが右、ベリンガムが左というね、紹介にしておきましょう。かなり流動的でしたし、まあ立ち上がりを見る限りはベリンガムがトップ下でビニシウス、エンバペ、ロドリゴの 4-2-1-3、4-2-3-1 にも見えました。トップにビニシウスとエンバペという紹介をしておきます。対するアタランタ、こちらの 3-4-1-2 のシステムでした。ゴールキーパームッソ、ディフェンスラインに、ジムシティ、ヒエン、コラシナツのバック3、ザッパコスタとルジェリのウィングバック、デロンとエーデルソンのドブレピボーテ、パシャリッチがトップ下、デケテラーレとルックマンの2トップという形でした。スカマッカがね、プレシーズンで負傷してしまったザニオロスカルビーニもいない、コープマイネルスも移籍間近ということで、メンバー外で、ちょっとアタランタの方が主力がね、抜けてしまったところは残念だったかなというふうに思います。はい、まあこの試合のスタッツですけれども、保持率は若干、マドリーが上回りました。52対48。まあ、シュートは倍近くマドリーが打ちまして、13対7、枠内6対2ということで、まあ、数字上もマドリーがかなり優勢には見えますけれども、まあ、前半はかなりアタランタのオルコトマンツーマンに苦しめられました。まあ、前半10分、15分ぐらいは、マドリーもなんとかモビリティをね、うまく使いながら、ビルドアップのところでプレス回避をしてひっくり返そうと試みてはいたんですけども、やはり前半は、全般的にこれだけマンツーマンで人を捕まえて、まあ、しかもアタランタのマンツーマンは完全に人を決めて、まあ、その選手がどこに行っても基本的にはマークの受け渡ししないぞというようなオルコとマンツーマンでしたので、まあ、時折ね、リュディガーやミリトンが上がっていくみたいなシーンもありましたけれども、まあそういうところでもそのままついていってましたし、まあやはりアタランタ徹底されているなと、ガスペリーニ監督のこの時代の、オルコトマンツーマン非常に面白いなと、まあそして効果的だなというふうには見えましたので、まあマドリーからするとボールの、逃がし方がクルトワしかなかったと。まあクルトワのところまでは、アタランタもプレッシングかけていきませんでしたので、まあここでクルトワが持つんですけれども、まあ近い場所全員も封じられてますので、まあとにかく長めに蹴るしかないと。まあエンバペを基本的にターゲットにして蹴っていったんですけれども、まあやはりエンバペもそこまでコンディションが良くないですし、まあ競り合いに勝つようなそういう競り方もしませんでしたので、基本的にアタランタに弾かれる、あるいはこぼれ球も拾われてしまうということで、15分20分過ぎぐらいからですか、まあアタランタがまあ完全にすぐにボールを回収して、まあそこからね、ポジショナルにプレーをしていって、押し込むような展開を作っていきましたし、まあ前半はマドリーよりもアタランタの方が、惜しいチャンスは作ったかなというふうには思います。後半に関してはやはりアタランタ、ここまでの、オルコとマンツーマン少し強度が下がった。まあ、アンジェロティ監督も話していましたけれども、まあ、特に局面局面のデュエルのところの強度が少し落ちて、まあ、スペースが生まれたりとか局面でマドリーの選手が、上回れる。まあ、特に後半に関して言うとベリンガムがスーパーベリンガムでした。まあ、この試合の MVP をね、ベリンガムが取ったところも頷けるぐらいに、まあとにかく一人二人は簡単に剥がせる、推進力も出せる、三人四人でも取られていませんでしたので、まあどこまでベリンガム、コンディションいいんですかというところで、まあ完全にこの試合を見る限りは昨シーズン序盤、ラリーガの中で、ゴールを量産して、ベンゼマの存在をすぐに忘れさせてしまったあの、スーパーなベリンガムがもうこの、開幕の初戦から戻ってきましたということで、ま相当今シーズンも期待できそうですね。ビニシウス、ベリンガムのね、スーパーな活躍でここまでの後半の部屋と、凌駕するマドリの攻撃作れましたから、まあ、今後エンバペのコンディションが上がってきて得点力も上がってくると、
相手からするとどう飛べましょうという次元になってくると思いますし、まあ、ロドリゴも、まあ、得点決定機こそね、外しましたけれども、まあ、やはり動きの中で、中盤に入っていって、起点を作ったりとか、まあ、足元にうまくつけて、まあ、そこからドリブルでうまく局面を打開するようなプレー見せましたので、ロドリゴもやはりこのチームの中では、ね、中心キーマンとしてプレーできると思いますし、まあ、当然ながら今日は時間が少なかったんですけれども、プレシーズンでブライムであったり、アルダギュレル非常にいいプレーも見せてますし、まあ、特にアルダギュレルは今シーズン相当得点で言うと、まあ、時間さえ与えるとやってくれると思いますので、やはりマドリーは、後半に関して言うと、相当スーパーな、チームだなと、改めて銀河系のチームだなというところを見せつけた、試合になったと思いますし、まあ、あとはね、やはり後半は結構、カウンターの打ち合いにもなりましたし、まあ、ルックマンにライン間で受けられて前向きに仕掛けられましたけれども、ミリトン・リュディが中心に、うまくしのぎましたし、カルバハルも良かったですし、まあ、バルベルデとチュアメニが、ね、変に不用意に飛び込まずに、しっかりと、ディフェンス、プラスの中盤のブラックを作ってましたので、やはり、ソリッドな守備という面でも今日は間取り機能したんじゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラプロキシマ。